はい、皆さんごきげんよう、どうも隊長です。今日の動画はね、銀行で使える超最強車線ということで、これねプロが使ってた車線らしいんですよね。なんでね、皆さんに紹介したいなと思います。それがこれ、銀行のね2階の受付というところからね、車線通して吹き抜けの割れポをね見ることができる車線ということで、これやばくない？このね車線の作り方、ちょっとね今から動画流して皆さんにねお見せしたいなと思います。これバカじゃん。これこっから見るってこと？あっちから見る。あれ、プランクさせない。あれ、テレビでここ開けといてほしい。ここ、あ、こいつか。間違えた。見える。見えんの、ここから。あ、ちょっと、あ、見えるわ。大輝、向こうよ。ああ、いいよ、見てて。プラントして。あ、プラントじゃなくて、ちょっと見て。あ、でも、それショットガンか。これ、倍率サイトあるとめっちゃ見えるわ。あ、見えるわ。ああ、そっちからはどう見える？あのね、レーザーサイトがついてるせいでね、丸見えっすね。あ、あ、これだとどう？あ、もう全然わからん。わ、これはすごいわ。おお、これでどうだ、見えるか、ちゃんと。あ、見えるわ。やっぱ木の棒が邪魔だっただけで。なるほどね。ああ、ちょっと開くの危険だけど。でもね、これね、反対側からはね、何も見えない。見えない、何も見えない。ちょっと待ってね、これはやばいな。一回普通にハンドガンで撃つよ。これは分からん。これは強い。はい、てな感じで、まあ、ちょっとリスキーなのが、いわゆるね、C オフィスの、2枚補強のとこかな。そう、ここね、ちょっと割と結構大きな開通をしちゃっているので、まあその辺にこもってる味方がいたとしたらちょっと厳しいかなとは思います。ただ吹き抜けのね、あの現地から見て右側の2枚補強、これね、なんとかして割らせないようにして、吹き抜けのね左側だけね、敵が開けてくるような状況だと、この車線めっちゃぶっ刺さるんじゃないかなと思うんで、ぜひねちょっとやってみてください。いや、面白いよね。さすがですよね。でもちろんね、当倍サイトはちょっと見にくいので、まあ、倍率サイトがあるようなオペレーターだといいんじゃないかと思います。で、今キャッスルでやったんですけどね、これ別にキャッスルじゃなくてもいいかな。開通は、まあ、誰かにやってもらって、まあ、ルークとか、まあ、そういったオペレーターで見てもらうと、まあ、だいぶキルしやすいんじゃないかなと思います。はい、これね、相手視点からちょっと僕見てますけど全然わかんない。で、まあ、僕の身内のね、フレンドの方も言ってくれてますね、うん、言ってくれてるっていうか、まあ事実だねってことで、今回はね、こちらの車線でした。ぜひ使ってみてください。ごきげんよう。浄水の中だからめっちゃ手が滑る。手洗うの逆に。ああ、もう多分割れないと思う。テルミ TG 見れる？ TG だけ見といてよ。ドラゴンカイ見てるから。オッケー、思った。あー、ごめん。味方のオペレーター、あと、カリ。
ナイス。なるほどね。リロードした時に。え、エコああ、わかんない。多分赤か上か、八上かな。新八とか。ああ、新八上、新八上。おおおお。さっき下いたんだよ、バルキ。引き上げ？ね、狙ってるかもね。Diffuser is active, protected at all costs. ナイTG わかる？はい、TG？ うん、2番ピンのところ。ここにさ、あれ回してくれね。俺も突っ込むわ。OK、ちょっと待ってね。うん。はい。あ、いる。いいゴムだな。ナイス。いいね、いいね。これ入っちゃう、入っちゃう、入っちゃう。入る？入っていい、入っていい、入っていい。入るしかない、今しかない。そっちからは入れない。大輝、カプカンがその辺にいるはず。だって、ボン持ってくるわ。まずい。あの時聞ける。いやー、ごめん。オーマイガー。うーん。どうしよっかー。これ目の前カプカンあるしね。カプカンある。ナイス。シャー！ナイスナイスナイス。えぐい。